はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりょうでございます。5月4日水曜日 NHK スクランブルでも開催であります。渋谷の神宮通り公園北側13時30分集合。宮下公園と間違えやすいんですけど、宮下公園のちょっと北側です。隣接してますけれども北側です。お間違えなきようよろしくご参集ください。今回も梶谷さんって方がですね、視聴者センターの小林にこのデモ取材に来いって電話してくれたそうなんで、デモ来ませんよね。テレビでニュースにしてくれませんよね。デモに参加してやっぱりテレビはどこもこねがったわ、放送もしにがったということで、歴史の証人になってください。よろしくお願いいたします。昨日の動画で消費税を導入したのは橋本龍太郎政権と言ってしまいましたが勘違いでした。0から3にしたのが竹下政権、3から5に上げて選挙大惨敗したのが橋本龍太郎でした。5から10にしたのが野田佳彦ね。安倍政権で延期って粘ってくれたんですけども、とうとう実行されてしまいまして、最近野田佳彦見ねえけどまだおめおめ生きてんのかなこいつな。フライデー記事、麻生太郎、サラリーマンの給与引き上げは自民党の政策なんだから連合とすれば自民党と付き合う方が実利的なんじゃねえの。自民党、立憲の支持団体の連合ですね。日本労働組合総連合会構成員680万人、立憲民主党と国民民主党の支持団体であります。今分裂してますけれどもね。ネットの話です。そもそも労組なんかいらなくない？この意見は賛成ですね。労働組合、今時賃金上げろなんつって、やだか転職すればいいんじゃねえの？職業自由化されてんだからさ、俺はこのぐらいの給料では満足できないっつだったら転職すりゃいいんじゃねえの？なんかね、労働組合の存在意義って今やあんのかな。メーデーで安倍がやるのは恒例になってて、一般人ドン引き、安倍がやったって給料増えねえよね。労働組合の存在価値が労働者の待遇を良くすることであったら安倍がって何なんだろうね。安倍政権から政労使という仕組みを作って、政府が賃上げ要求してるし、民主党政権は何もしなかったが、非正規の時給は誰が上げてくれるの？これは自然に上がるしかないっすね。日本人の給料を上げたかったら、実習制度、外国人実習制度っていう名の労働力の輸入、外国人労働者、これも労働力の輸入を止めてですね、労働力の供給量を絞る。そうすると自然と上がっていきます。派遣や非正規を増やし続けた自民が何言ってんだ。給与は上がらないが消費増税で可処分所得は減りまくり。ずっと自民なのに上がってねえだろ。立憲が連合を失ったらマジで消滅だぞ。ずっと自民なのに上がってねー。これ重税のせい、と思われます。あと外国人の労働力の輸入、これをなんとかしないと。自民党はだから実習制度であるとか留学生という名のバイトを輸入すんのやめりゃいいんだよね。そうすれば賃金上がるんですよ。一方では経団連なんかに対して賃金上げてやってよつった一方で、労働力を輸入してたら上がんねえよ。そんな何をブレーキとアクセル一緒に踏むようなことを
やってんだって話、連合関係者旧総評と旧同盟に分裂するのではないか。これは立憲にとっては非常にまずいこと、立憲にとっては非常にまずそうですけど、我々にとっては非常にいいことかもしれないですね。連合茨城ってとこですでに内部分裂起こってたそうであります。参院選の立憲の候補誰にすっぺねって話し合いでね、約10団体の中で自治労と郵政の労組しか立憲支持を明言せず、参院選候補擁立を断念と、つまり茨城選挙区は立憲の候補立てらんにかったっていうですね、10のうち2つしか立憲支持を明言せんかった、茨城ではですね、自治労と郵政は共産候補を応援すんのかな、でその他の労働組合は民民とか応援すんのかな、電力、電気、自動車、化学なんかの業界はですね、頑固な反原発の立憲はむしろ敵なんですよね。敵、電気代安くしてもらいたいから、電気代安くなって会社が儲かんねえと給料も上がんないよ、これらは反原発でない、むしろ原発動かしましょうよって今は言ってる民民支援に回んのかな。なら日本改革党も支援しろよお前ら、私は原発全部動かして、新設すると左翼がうるせえから古い原発を大型の新型にこっそり建て替えちゃって、補修するかなんか言ってね、メンテナンスですって言って新型の大型のに建て替えちゃって、日本中の電気原発で賄うようにして、でウランは海水からガッポガッポと組み上げて、これ日本がもしも万一孤立しても電気には困んないようにする。でその電気を使って例えば水を分解して水素を取り出してですね、水素を固めてガソリンエンジンみたいな電池が弱る、へたばる寒冷地なんかでの用途に使うという構想を持っております。千葉選挙区の基地外小西博之は維新や民民に候補立てられて落選危機だそうであります。あと京都の選挙区陳哲郎も同情落選危機だそうであります。連合内で反原発の立憲推しは自治労、日教組、郵政、通信、放送労連です。放送労連っていうのは民放労連とか NHK 労働組合とかね、通信っていうのは NTT とか KDD とか、そこら辺です。郵政通信放送ってそういえば総務省の管轄だよな、昔の内務省ですか。総務省サンバガ業界と自治労と日教組はですね、省庁に守られすぎて、公権力に守られすぎてですね、世間の景気が自分らの給料にも影響することを忘れてしまってる愚か者ども、大バカ者どもであります。公務員は給料下がらない、いや下がりますよ、民間平均を参考に決めてっから普通に下がりますよ。現にですね、コロナ不況で民間の給料下がったっつって豊島区職員の給料下がったもん、議会、豊島区議会でそれ承認したもん、しょうがないっすねっつって、トヨタ労組はですね、立憲を支援してたら給料上がんねえな、だって原発動かさないと電気代すごいもんで目が覚めてですね、不支援を表明、立憲支援しませんつってですね、立憲の現役衆議院議員を立候補断念させた、トヨタさんに応援してもらわないと私は到底当選できない、じゃ出ないと、
途中で断念させました。敷島会でですね、お茶の水菜の連合本部に20回ぐらいかな凱旋かけました。かつてね、五軒だの半原発だの労働者の待遇に関係ねえことばっかり一生懸命やりがってな、大声出して、放送労連が民主党支持を公言してるが、そんなんで公正中立な放送など望めっかできっかよ、いうようなことを大声出して、あとね、あの意見書として文書をシマウマに作ってもらって、手渡して、連合は一応もらってくれるんですよね、意見書中からしかめっ面の不愛想ないかにもやりたくねえような不機嫌なおっさん出てきて一応もらってくれるんですよね。経団連はもらってくんにかったけど、ピシャッと締め切っちゃってね、経団連。連合分裂危機だそうで、敷島会の凱旋もちょっとは影響あったのかなと思いたい、思いたいです。原発の噂にって給料上がんねえんじゃねえ、五軒なんてやってても給料上がんねえんじゃねえ、って言ってそうだよな、思ってくれた人が内部にいたと思いたいものであります。石川参院補選で候補の元グラビアアイドル43歳、まああの現役グラビアアイドルではねえだろうな、43ではな、もう引退してるわな。まああの行政書士の女性ね、自民候補当選した自民候補の3分の1しか得票できなかったんだって。で立憲内部が、顔面ブルージャパンになってしまった。参院選大惨敗の危機、自民党に代わる選択肢と思われてないのでは、知名度が低い泉では厳しいなどなど、執行部への不満の声も、聞かれたそうであります。ネットの反応です。期待を裏切り続けた結果、これで分かったろ、お前らはノイジーマイノリティ、共産党と組んだから今頃分かるって頭大丈夫か。燃えないゴミ以下、共産党に吸収されて消滅する未来、選択肢と見られてると少しでも思ってたことが驚き、こいつら日本にいる、外国の手先として見られてる、どこの国の政党で、党内で殴り合いして目立つしかない、極左老人票を当てにすんのやめたら岸田が左翼なんだから立民の存在感ないわ。参院選後また分裂しそう、党名変更まだ、またあの負けたら名前変えんじゃね、なんか、試験ですけど、共産党同様ですね、ウクライナの影響も大きいでしょうね。いくら救助救助って唱えてても攻める側は関係ないってことでね。あとね、労働組合の政治部が立憲なのに、労働組合のために働く議員を、作るために労働組合が支援してんのに、 LGBT だのジェンダーだの護憲だの反原発だの労働者の待遇に全く関係ねえことばっか一生懸命なのが笑えますよ。何やってんのお前らってね。反原発なんかむしろ経済冷える逆効果だし、バカみたいなあの電気代で、バカみたい、まあバカそのもの。20歳過ぎても左翼なのは知性が足りないって昔誰が言ってましたね。誰の言葉か忘れちゃいましたけども、泉では厳しい、選挙の顔が知名度がない泉代表では厳しい、いつでも人のせい、外部要因のせい、俺は悪くないつって犯人探しに熱心なのが左翼の特徴であります。その昔山岳ベース事件なんつうのもありました。落ち目になってくとね、お互いにあいつが悪いこれが悪いって、言い出すのが左翼であります。でそいつが全部悪いってことにして、まあ、システム的に何も改善されないのがいいところ全然全く問題点抱えたまんま行くのがいいところですね。一生やってろって感じ。
左翼らしくですね、選挙後きちんと総括してもらって泉を吊るし上げてほしいですね。まあ、誰が代表になってもいずれ落ち目になると吊るされるんですけどね、引退も必ず逮捕されるか謎の死を遂げる韓国大統領みたいですな。なんか任期終わると必ず吊るされるっちゅうね。パククネはですね、90何歳まで懲役だったんですけど、恩赦で最近出てきたみたいですね。恩赦っていう字変換ミスしちゃった。文在寅がどんな目に遭うか今から楽しみであります。米軍ウクライナ侵略っぽいことを二度とできなくなる程度までロシアが弱体化することが望ましい。まあ他国を一方的に攻めるような真似できねえぐれ弱っといいな、言っております。ネットの反応です。日本にとっても全く望ましいロシア軍を壊滅させる宣言、このチャンスをアメリカは絶対に見逃さない。楽にロシアの戦力を削れるチャンスは逃さない。そのんだよね、お金とか古くなった兵器とかあげてアメリカ兵が一人も戦死しないっていうのはアメリカにとっては美味しい状況であります。なんせアメリカはですね、まあ民主主義国家なのでアメリカ兵の損失を何より嫌がります。兵士一人戦死するぐらいなら100億ぐらい出したって構わねえ、そのぐらい思ってると思います。そうしないと中国が同じことやるからな。ロシアが今回コテンパンになって、中国が台湾侵攻を諦める見せしめになってもらわないと、救助を押し付けろ。ロシア人は憲法なんか守らんぞ。30年ぶり2度目のソ連崩壊、中国と組んでも何の足しにもならんと知らしめろ。でないとインドとかが裏切っかもしんねえわね。敗戦革命狙ってんだろ。ロシアの解体が見られるなんて生きててよかった。真の標的は中国だぞ。これあっかもしんないですね。ロシアをズダボロにして中国を牽制っていうか中国に警告を与える。台湾出てきたら容赦しねえぞ、いうようなね。試験ですけど他国を侵略できなくなるぐらいロシアが弱体化することは帝国にとって大利益であります。なんせね、こんなにくっつがってますからね。なんせこれが国境ですぐ近いんだから。泳いできたやつもいましたよね。なんかロシア人で謎のロシア人泳いできました、亡命したなんて言ったやつ、怪しいやついましたよね。明日にも北海道に侵略してくる可能性すらあるんですから。ウクライナがネオナチってのが事実だろうがなんだろうが、そんなの帝国の国益には関係ないですもんね。ウクライナは隣の国でねえんだから、国境接してねえんだから、帝国に侵略してくれる恐れは全くないんだから。最近ではロシアね、フィンランドはネオナチとか言い出してる模様であります。副首相だか外務大臣だかがあんなこと言い出したみたいでありますね。日本はネオナチっていうのはとっくに言われ済みであります。そのうちですね、中国、北朝鮮、ベラルーシ、シリア以外はネオナチとか言い出しそう。ネオナチでねえ国の方が数えるほどしかない。あと他は全部ネオナチとか言い出しそうですね。左翼がですね、気に入らない人全員にですね、ネトウヨって呼ばわって安心してんのになんか似てますね。なんかネトウヨつって呼ばわるとフーっつって事なきを得たみたいな顔しちゃうんですけど、なんなんでしょうね。靴沢はネトウヨ、こっちはね全然なんとも思わないですけどね、こんなこと言われてもね。どうしてそれで勝ち誇れんのって全くの謎なんですよ。左翼、靴沢はネトウヨつって勝ち誇ってんですけど、バカなのかな。やっぱ左翼ってバカなんでしょうね。私のことはね、むしろ
極って呼んでくれ、極ってさ。日本改革党は国内最右翼政党を目指します。それに賛同された方は支部長に応募してください。動画の説明欄からあの URL 貼ってありますんで、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。